私と話がしたいんですか？構いませんが、デリケート。お金を持っている人ほど夢の中で豪遊するものですが、自分から他人にあなたも体を覆う金箔を分け与える王子になって陽光王子だなんて、それは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。君ほど。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。実はその局長は何て言って君を説得したんだい？理由は大したものじゃなくて、ただそんな根も葉もない都市伝説を報道したら、よく考えてみたらそれも一理あるかと思いまして。誕生日にろうそくを吹き消すと悪それはなんとも不僕に何か用？これは僕へのプレゼント？何かの大した金額でもない。さ、本当に？まさか僕が他の人からプレ。落ち着いて。実はやっぱりか。何を知りたいんだい？え？どっちでもないけど、僕が聞きたいのは無境の中で。へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも危険はど。父さんはオムニックだから、夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。だからそのもっと楽か。スラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん君か。ロビンが死んだ後、テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたらって。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞け。どういう意味だい？花火より君の方がよく分かってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね。僕が聞いてるのは口の聞けない人になる分かってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなる。でもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふーん、愚者。僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽ、全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだから、ご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか。なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう？僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは、本当に
ロビンのことだったのか？もし、いいやって言ったら？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でも、教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。グシャ、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つは そっかそっか。よかった、また花火の大好きな工場っぷりを見。いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては17、あ、いや16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。はい、これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど、君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあ、その人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど、後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。その時が来たらボタンを押して、盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、グシャ。約束だよ。絶対花火をがっかりさせないでよね。戻ったか、35番。その守りは気に入ったか。商品効果もお守りになるのか。黙れ、発言を許可した覚えはないぞ。あの黒いスーツの連中は王国を語らなかったからな。お前が痛いってなっちゃうんだな。俺はお前が幸運だと思って書
新聞とか。そいつらとゲームをしろ。二日かかるの日の日だな。ただだの天秤。ここにいる人が無駄になるなら怖くはないのか。カメラが鳴り止まってくるんだな。気を立つこぞ。だが、お前は見た目が悪くない。だから、大勢の。いくいくらさ。僕の高くさ。言ってきた。知りたいか。ええー、だろ。知りたいなら教えてやる。60の半分、30。もし僕が生きて戻れたら、それを僕にくれ。かけるかい。俺とは賭けをしたいだと。だが悪いな。それはできねえ相談だ。どれ、お前はただのチップ。オールオアナッシング。ギャラが、あんたが来るの。ちょっと友人が訪ねた。私なら一日中暇してたよ。メニューには何でも載ってるけど、スラーダはないんだ。ここではあんなつまらない飲み物なんか置かない。何が飲みたい？すぐに用意する。見て、かっこいいお姉さん。セーバルと。セーバルって誰？ぜひともしょ。あ、聞こえてた。あんまりそいつらをからかわないでくれ、シボン。お前の年を取ったから少しはリハビリしないと、かつてのなりわいを忘れちまいそう。それなら全部カウンターの下にあるよ。せっかく遠くからお客さんが来てくれたなら、今日はスペシャルドリンクを振る舞ってあげたら。ああ、そのつもりだ。お前ら、ちょっと手伝ってくれ。事件の話をするなら長くなるだろうから、お前らに合ったカクテルを用意してやる。バーの中？使える材料は全部カウンターにあるんじゃないの？ここは無境だよ、かわいいお嬢さん。あんたが望めばどんなものでも飲むことができる。うちのことかわいいお嬢さんって言ってくれた。現実世界でもカクテルはただの酒と食材の融合じゃない。バーテンダーはカウンターの雰囲気を捉え、技術とストーリーをつなぎ合わせ、ちょっとした神秘と期待を加える。そうすることでお客さんと一緒にそれぞれの人生の味を作り出す。つまり何が飲めるかは運次第ってことだ。ま、あまり深く考えるな。ここはチップがいっぱい散らばってるね。何日か前、アイリス家の役者が来て、シボーンと揉めたんだ。一方的に。そういえば、こんな怪物だらけの。それは直接あいつに聞いてみるといい。まあ、お前。これはカクテルに使えるかな？何か出して交換しろってこと？わあ！メモの文字が変わった！貨幣で作られた階段もまた幸福に通ずる道。つまり。
見て、このボトル半琥珀期前。こんなの人に飲ませたら大変なこと。え、これ固まってる。振っても私のコレクションのシロップが気に入ったの。大丈夫、ここは夢の中だからお腹を壊したりはしない。じゃあとりあえず。結構集まったね。これで取れるかな。どいて、脂肪に用があるの。え、何の騒ぎ。スラーダだ、振ってみよう。うん、炭酸もその可能性はあるね。どうしてこのバーではスラーダを。バーテンダーのプライドじゃないかしら。せっかく来てくれたお客さんがどこにでもあるような飲み物を注文したらつまらないでしょ。あ、姫子の。アミーチ、言わなかったっけ、バーナイトメアが歓迎。でもあなたには才能がある。きっとみんなの注目を浴びれるわ。あなたは一緒に行きましょう。私たちならきっとピノコにいて最も注目されるスターになれる。無境の隅々まで光で照らすのよ。お願い、シボン。見ての通り、今はお客さんの相手をして。わかった。首を縦に振らないなら私もどこにも行かないわ。炭酸入りの飲み物をちょうだい。あ、ちょっと待ってなさい。どうしよう、あの人にカウンターを占領されたら事件について話せなくなっちゃう。はあ、さっき使ったクロックトリック。うん、任せたからね。あなたがシボーンの。一体どうして。全部アイリス家のせいよ。アイリス家の人たち。分かったかも。私なら彼女のために道を用意してあげられる。彼女の力になってあげられる。帰ったら夢の主にて。このまま話。一体どうして。私とシボンが一緒のステージに立つ。観客たちは拍手していて、歓声が大波みたいに押し寄せてくる。この光景は何度も見てきた。夢の中だけど。ねえ、乾杯しない。聞き上手な見知らぬ。まだいなくなりそうにない。もう一回やってみるし。一体どうして。おかしいと思うでしょ。私は臆病で弱虫で、あなたはシボーンの過去を知らないでしょう。彼女が分かってるわ。シボーンは私が。もしかしたらどこか。これは飲み物だよ、彼女に渡しておい。アミーチは帰ったの。これが彼女のためでもあるんだよね。準備ができたらギャラガーのところに行きなさい。今頃うずうずしてると思う。あれこれ言ったが、カクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない。バーの中を見て回って好きな材。へえ、早いじゃないか。面白いものを持ってきたな。それぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって、普通は別。
これはあのハヌヌが愛してやまなかった飲み物。ベースを選んだら次は副材料だな。こいつはベースと不思議だ。美しい未来、ずっと忘れられないことがある。ミハエルに連れられて。ミハエル、これでいいな。次は飾りを選んでくれ。同心円、よし完成だ。この墓場への切符でお前に敬意を示そう、七死人。死んだ者とこれから死ぬ者に。やるじゃないギャラが。お前ら、この味すら豊かな味わいで何重にも広がっていく。まさかこれが何を意味するのかはわからないけど、ギャラガーは自分の。残念だが、もし深い答えを期待してるならがっかりすることになるぞ。それの持つイメージはとてもシンプルだ。それは美しい夢の本当の味。この本当の味って、そのミハイルって人と関係があるの？そうだ、どっかで聞いた名前だと思ったら、あんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた時、誰かがそ、いろいろ知ってるみたいだな。やっぱり俺の目に狂いはなかったようだ。これさ、事件について話そう。結論から言おう。ファミリーがも、俺も彼女に騙された。本当に年を取ったもんだな。だが宴の星では密航はそれほど珍しいことじゃないし、捜査も難しくはない。事件の後、ハウンドたちはすぐに行動を起こし、無境と現実世界の両方から追跡を開始した。ところが結果は、悪い知らせが一つ舞い込んできただけだった。その子は忽然と姿を消したんだ。夢の中には何の痕跡も残ってない。え、それってつまり。いや、それはありえない。問題は彼女が死んだことじゃなく、そもそも現れたことがないようになってるってことだ。はっきり言うが、彼女の状況はお前らは愚か、ハウンド家にとっても初めてのことなんだ。初めて。それはつまり、ピノコニーには確かに死が。見られた以上もう隠す必要もないな。町には華やかな一面もあれば、人には言えないような裏の面もあるってことだ。大人のこの程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。夢の中にも予期せぬ死はあるが、それがどうした。そんな極めて低い確率で起こる事件、本当にこの事件について詳しく調べたいなら。そこでさっきのミハイルの話。鋭いな。請求列車もあのオルゴールを受け取ったんだろう。なか夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体は一文字も。ちょっと何笑って、まさかあんたが書いたの？なか俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだってこのメッセージがファミリーからだ。まだ推測の息を出ないけど、正直ピノコニーの父が。そうか、なら教えてやろう。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼は神出鬼没でハウンドた。そこでさらに聞きたい。時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流して、あんたらを。あんたたちはこの機会を利用して時計屋の尻尾をつかもうとしてる。今ならなぜ大奥家が七死人の調査。それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく、ピノコニーの分家史上最大の汚点であり、全ての無。まだはミハエル、ファミリーの。
ほら、クラークフィルムランド。ピノコニーで一番人気の映画エンタメセンターだ。時計屋の話をするんじゃなかったの？資料室みたいなところにで。町の文化ってのは歴史において最も信憑性のある注釈だ。ピノコニーが昔カンパニーの監獄制だったことは知ってるだろう。囚人たちはここに送られ、そして長期的に高濃度の屋室にさらされていた監獄ではある特殊な現象が生じ、だが何事にも代償はある。美しい夢も例外じゃない。結局彼こそがブラザーハヌだ。無教の町の歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂を除けばこのキャラクターたちは美しき夢の町の中だけじゃなく遥か遠い過去にも生きていた。この辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね。封鎖命令が出たばかりだからな。あのサンデーが直々に下したらしいが、一体何をするつもりなのか。ほう、随分と大掛かりだな。容疑者を追う時でもここまで力を入れた。ファミリーの手によるものだからな。孫悟を信仰する連中を除けば壮観な決さ。静かな場所を探して話を続けよう。ここにするか。見晴らしがクロックボーイ。そのアニメキャラたちが現実世界にもいるのなら、あのクロックボーイに対応するのは間違いなく時計屋ね。彼はブラザーハヌの仲間で、美しき夢の町の初期メンバーの一人だった。つまり歴史上の時計屋自身も。それは壮大な独立戦争だった。仮面の愚者、七死人、虚構歴史学者、当然その中には後の時計屋も含まれている。でもそうなると時計屋は何百年も。わからない。俺がミハイルと知り合った。保安官さんって何歳なの？13歳。どう見ても無理があると思うけど。ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。乏しい資源、虎視眈々と狙ってくる外敵、まとまりのない各監獄エリア、アスデン。だが歴史上の時計屋がその監獄を賑やかな宴の星に変えようと。だから彼はピノコニーの父と呼ばれて。でもさっきの説明で時計屋はファミリー。俺は彼の仲間じゃない。数多くいる彼の子供の一人だ。だが確かに俺も裏切り者ではあるな。裏切った相手はファミリーじゃなくミハイルだが。何をしたの？俺は何もしていない。それこそが最大の裏。かつての俺にはあんたらと同じように背中を預けられる仲。ミハイルは年を取ってたから、もう自分の子供を守ることができなかった。そ、奴らは対外的には時計屋の名声を称え続けていたが、裏では。それでも俺たちは彼の名誉を取り戻したいと願っていた。だが俺たちは負けた。長い時間が経ち、ファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。表向き彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだらしい。とても気の毒な話だと思うけど、ことはそれほど単純ではないんでしょう。どうやら時計屋の名を継ぎ、そうとも取れるが、時計屋の名を継いだのは一人だけのはずだ。残念ながらこれだけの年月が経っても俺はまだそれが誰なのかつかめてない。それどころかそいつが果たして人間なのか。これで分かったか、なんで俺がここまでお前らに話したか。あの子の死はきっと時計屋の遺産に関係しているからだ。そして謎の霧に俺たちが探している答えはそこにある。
それが本当にミハイルの幽霊の仕業なら、ちょっと会ってみたい気もするな。さて、俺の知ってることは全部話した。うん？スタジオの方で何かあったみたいだな。皮肉なもんだな。今ピノコニーから門前払いを食らってる密航者たちと。ギャラガーって、ホタルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて多くの疑問が解けたわ。時計屋の正体、ファミリーとの関係。今回の調査でこれまでに立てた推測を検証できたわ。でも